昇格組どこまで戦えるかっていうところも注目になるんだけど、今季はかなり湘南いいんじゃないかなっていうのは、ガンバに関してはちょっと時間かかるかなと思う。鹿島の荒木亮太郎選手、当時の輝きがいかに取り戻せるか、ワールドカップのメンバーの選手がいるくらいは頑張ってもらいたいなと思ってるんで、今回清水くんと渡辺くんにはダークホースをね、あげてもらいます。ちょっとね、本命対抗をすっ飛ばしてダークホースって難しいかもしれないですけど、もうね、すでに書いてもらってるんで、まずお二人のね、ダークホースを見ていきたいんですが、まず清水から。はい、僕はセレッソです。はい、はい、で、渡辺くんが福岡と浦和です。はい、じゃあそれぞれ理由を聞いていきますが、簡単にね、清水やセレッソ大阪を選んだ理由は、はい、まあ去年広島担当僕はしてるんですけど、うん、広島と4回対戦した中で、うん、まあ、小木監督が、いいチーム作ってるなっていうのはよく見えた中で、うん、まあ、この能力が高いリオ・セラセセアラ選手とジョルティ・クルックスを取ったのが、うん、まあ、かなり大きいかなっていうところでダークホースに挙げました。はい、渡辺君。はい、ダークホースっていうのがなかなか難しいのかなと思うんですがまあ、去年から大幅に順位上げるんじゃないかっていうところでこの2チームを選びました。やっぱ福岡は戦い方が、うん、守備もはっきりしておりまして、まあそういった意味で今年の上積みでさらに順位上げられるんじゃないか、うん、浦和は正直読めない部分も多いとは思うんですけど、うん、まあ戦力はもちろん整ってるとは思いますので、まあ、大幅に上げてくるんじゃないかなっていうところでこちら選びに行きます。ちなみにこの前の動画で、本田と金子に本命対抗を挙げてもらったのは、本田の本命は川崎、金子の本命は横浜、本田の対抗馬は、セレッソ大阪と鹿島で、これはね、金子くんも一緒でした。セレッソがね、だいぶなんか分かれた感じだね。ちなみにお二人の本命対抗ってどこになります？僕は広島です。広島本命。はい、僕も本命は広島なんじゃないかな。あ、なるほど、広島人気あるね。うん、どうだろう、だからやっぱダークホースって言い方がちょっとね、うん、結構ふんわりしてるんでね、捉え方が難しいんだけど、うん、どうなんだろう、優勝戦線に加わってきそうな感じの言い方が清水だったかな、このセレッソは。そういうイメージかな。そうですね、うん、まあ優勝争い一歩手前3位ぐらいに絡んでくるかな、絡んでくるかなっていう、うん、どうだ、ナビ君も福岡がそこまで来そうな雰囲気ある？はい、一桁順位には来れるんじゃないかなっていうイメージはあります、うん、あとはまあどこまでいけるかっていうのはちょっと、まあ、開幕してみないとわからない部分かなと。まあね、福岡も補強でね、うん、FC 東京から今野選手を取ったりね、ちょっと攻撃面のやっぱり、はい、改善には努めてるイメージはあるよね。佐藤涼河選手とか、うん、まあ、山岸選手との和製2トップとかちょっと興味あるな、うん、今野選手はハマればね、うん、ミドルもあるし、うんうん、化けるポテンシャルは秘めてると思いますよ、うん、いい補強したなと思う、うんうん、そうね、浦和がね、読めないよね。読めないです正直わからないですけど、爆発力はやっぱり ACL とかでああやって勝ち上がるだけの力はあると思うんで、うん、まあ、なんか勢いに乗ったら強いんじゃないかなっていう、うん、清水的には他、今ここに上がってないチームだけどこう面白そうなチームどこありますか？やっぱ鹿島じゃないですか、うん、まあそうだねもう鹿島はもう何かしらこうもう本当に注目チームだよね、今季のね、はい、で担当が渡辺君だもんね、はい、どうですか今季鹿島。いや、もう普通に強いと思います。ただやっぱり去年の一番大きなところはやっぱ上田綺世選手があれだけ前半戦活躍したっていうところもあったとは思うので、うん、それをどう置き換えていけるのかっていうところと、うん、あと去年8敗してるんですけど、うん、8回負けた中で負けてるのが4チーム、うん、川崎、横浜、広島、うん、FC 東京、うん、それぞれホームアウェーで負けてまして、うん、まあ、その直接対決をいかに勝っていくかっていうところが多分鹿島の一番の問題かなとは思うので、うん、
そういう意味ではやっぱりディフェンスが今回庄司選手、上田選手入って、まあ、安定してきたら負けない戦いっていうのもアウェーでは選択できるんじゃないかとか、そういう、まあ、僅差に今度持ち込めると伝統の戦い方ができるのかなっていう期待はすごいありますね。でもいきなり庄司選手怪我しちゃったのね。はい、確かに。そこがちょっと懸念材料になる可能性はありますよね。はい、うん、どうだろう。でも渡辺君はそう言いながら本命広島なんだね。はい、広島はやっぱり去年戦った中でもやっぱり優勝経験がある、まあ、ここ近年あるチームっていうのがやっぱり優勝戦線一番来るのかなと思ってまして、うん、まあ、広島、川崎、横浜、まあ、その3つぐらいの中で今季は一番広島がいいんじゃないかなと、うん、で正直川崎とかはやっぱり鹿島的にはすごい苦手なチームだとは思うんですけど、うん、ただ去年の最後の戦いを見る限りやっぱりちょっと内容面では逆転できてるんじゃないかっていう手応えもあったと思うので、そういう意味でやっぱり広島が一番怖いなと思ってます。なるほど。清水から見たらこの横浜川崎あたりはどう見てます？横浜川崎は、川崎に関しては谷口選手の対談が相当痛いなって捉えてて、うん、横浜も岩田選手の対談が相当痛いなって捉えてるので、うん、そういう面で言うと逆に広島はそういう対談がないので、うん、だから本命っていうふうに考えてます。うん、なるほど。あと、まあ、ダークホースにこう例年こうなり得るというか、こう勢いを持って上位に行く傾向の一つとして言えるのが昇格組、横浜FCだったりやっぱ新潟がどこまで戦えるかというところも注目になるんだけど、どうだろう、お二人はこの2チームについてはどう？正直なところやっぱ横浜FCに関しては入れ替わりが多すぎるので、現時点では正直分からないです。分からない。はい、それよりはやっぱり戦い方踏襲できて、うん、まあ、バージョンアップしている新潟の方がやっぱりそういう意味ではブレイクしてくる可能性はあるんじゃないかなと思ってます。うん、清水は、まあ、似た意見ですけど、新潟に関して言えば町田の太田修介選手を取ったんですよ。うん、ですごいスピードがあって得点力もある選手なので、まあ、ポゼッションサッカーをやる中でスピードがある選手が入ってきてどうなるかっていうのは一つ楽しみかなと思います。うん、清水に来たら担当のね、ガンバ俺はね、はい、いやダークホースに違う大阪勢がいるかなと思ったら、まあ、セレッソだったらね。うん、そうですね、ガンバに関してはちょっと時間かかるかなと思います。思ってた。はい、小枝監督が入って、来て、まあ、やっぱ徳島でも時間かかりましたもんね。うん、まあ、そうですね。はい、でもう片野坂監督で我慢できなかった中でポエタス監督でどれだけ我慢できるかっていうところがすごい気になってるところなので、ちょっとまだ見守りましょうっていう感じですかね。キーパーの人はどう見てる？キーパーは、現時点では東口選手だと思います。ただ相当面白い争いにはなるかなと思います。あとは湘南がね、こう町野選手がやっぱり残ったり、あのやっぱワールドカップを見ていた人から見たら、うん、結構湘南を見る、ね、方が例年より増えるんじゃないのかなと思っているんだけど、うん、どうだろう、うん、2人の印象は。今季はかなり湘南いいんじゃないかなっていうのは予想してます。その根拠というか理由は、うん、若手が多い中でこうやってあの、まあ、毎年 J1 で戦えてきて、うん、ちょっとずつこう成長を遂げてるっていう部分で、骨格は相当固まってきてるのかなっていうのと、うん、やっぱり指揮官交代してるチームってなかなかやっぱり軌道に乗るまでっていうのが読めない部分あると思うんですけど、うん、まあ、今回に関してはそういった意味でも継続路線なので、まあ、昨年以上の順位には十分望みがあるんじゃないかなと思ってます。いや、湘南に関してはやっぱ町野選手が相当ワールドカップで刺激を受けて、やっぱ多分自分がこのチームを引っ張っていくっていう多分あの責任感も例年以上に膨らんでいるし、もうなんだろう、彼がぐいぐい引っ張るようなチームになればちょっとなんか変貌を遂げるのかなっていう期待感はねあるよね。やっぱ現役の日本代表がいるチームは個人的にすごいやっぱこう、なんだろう、日本サッカー界を盛り上げる意味でも、
頑張ってもらいたくて、で権田選手がいる清水はもう J2 だからさ、こうなかなかね、谷口選手もさ肩上げちゃったし、このワールドカップのメンバーのこう選手がいるクラブは、酒井選手がいる浦和もそうだけど、何かサッカー界を盛り上げるという点でもなんか頑張ってもらいたいなと思ってるんだけどね、どうだろう、今後のこう J リーグの発展というところに言うと、2人はどういうところを今季注目して見ていこうと思ってますか？まあ、一つ、いろいろ取材で聞いてる中でも思うのは、やっぱりなんていうんですかね、クラブのカラーといいますか、まあ、正直優勝を狙うとか、J1 もねに昇格するとか、そういうカテゴリーだけじゃなくても、例えば成長選手を成長させて代表に入るような選手を育てるとか、いろんな特色のあるクラブが出てくるっていうのはいいことなんじゃないかなと思うので、そういった色合いでなんかもうちょっとチームによってカラーが違ってきても面白いのかなと思ってます。 FC 東京のね、ハルベル監督は指導部に話をね囲みで聞いた時はそういうこと言ってたよ。要するに J リーグで不思議だなと思うのは、どのクラブも優勝とか昇格っていうスピリットは考えられないよって言ってて、ただ聞いてるこっちとしては、いやここ日本だしと思いながらJ リーグは J リーグのそうしたみんながね優勝を目指す色はこれまであったなと思う一方で、やっぱりアルベル監督や渡辺君が言う通り、そうやってこう選手を育てる、それがメインのクラブがあっても全然ね、いいんじゃないかなとはね思うよね。やっぱり多くのクラブで優勝を争うっていうのは一つのなんか J リーグの面白さだとは思うんですけど、まあ、それじゃないクラブっていうのも特色が出てきてもいいのかなと思ってます。シーズン上がる、まあ、今の話に関連するところで言うと、選手を育ててでチームの顔となる選手が残ってくれたのは、町の選手とか残ってくれたのはかなり大きいかなとは思いますね。まあ、チームを見に来るのもそうなんですけど、まあ、好きな選手がいてでその選手を見に来ようっていうところでサッカー見に来るファンもいるとは思うので、そういう面で言うと、まあ、柏の話に絡めちゃいますけど、まあ、細谷選手も残って来季、まあ、チームの顔としてプレーするっていうことを考えたら、まあ、柏としては大きいのかなと思いますし、まあ、チームの顔となる若手のアイコンがJリーグに残り続けてくれると嬉しいなと思います。まあ、少しダークホースってところから話はそれんだけど、選手にね視点を移すと、お二人のね今季注目選手は誰になります？もう自分の担当クラブで言えば、完全に鹿島の荒木亮太郎選手ですね。やっぱりあの当時の輝きがやっぱり怪我があって去年は棒に振ってしまったところが多かったんですけど、それをいかに取り戻せるかっていうのがやっぱり一つの今回鹿島のメインの注目点かなと思ってます。やっぱ一昨年やっぱ新人賞を取ってね、あのシーズンの活躍はねさすがだなというところで、去年はねなかなかやっぱ2年目のジンクスではないけど、なんかちょっとやっぱねフラストレーションがたまるシーズンになってしまったからね、今季ねやっぱ輝きを本当取り戻してもらいたいっていうのはあるよね。はい、清水は僕はまあ、これ広島を本命に挙げた理由のもう一つでもあるんですけど、去年ルヴァンカップの決勝で2点取ったピエール・ソソティー選手、あの選手はシュートセンスも相当あって、シュート技術は相当高いんで、ただ去年途中加入でちょっと、まあ、フィットに時間がかかったんですけど、まあ、今年キャンプから入ってフィットすれば、まあ、ストライカーとしての能力が相当高いんで、結構点取んじゃないかなって予想してます。やっぱね、先ほど撮った撮影した企画でもね、皆さんね、担当愛が強いんですよ。やっぱね、まあ、そこは、ね、仕方ないですよね。こうなかなかこのサッカー大戦編集部ってこう全クラブを見るのってなかなか難しいのでね、どうしてもこう何チームか自分の担当するチームにね、やっぱこう知らず知らずのうちにこう
愛情がね。そうですね。だから僕もあれですよ、 FC 東京記事とかで批判してますけど、そのちゃんとね愛はありますよ、うん、まあそれでいいと僕も柏批判って書いてますよでもね、なんかそういうなんか誹謗中傷とかじゃないんだよね、良、ね、くなってほしいっていう根源があるんで、こう愛があるからこそのね、うん、そこは改めてこの機会でね皆さんに理解してもらえると嬉しいなみたいなね、うん